皆さんこんばんは。こんばんは。ということでキコーナチャンネル、本日はキコーナキセラ川岸店から生放送です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、本日ね久しぶりのキセラですけども、じゃあ、キセラ川岸もね今日出られる方の自己紹介を、先にお願いしてもいいですか。はい、2回目になります主任のガイド。なんだかはい、ガイさんね、よろしくお願いします。ありがとうございます。2回目ですね。前回あのバジリスクの絆の時にね、おぼろちゃんの間でしょ。そうですね、終焉モードやりましたね。確かね、あの YouTube 残ってるんで、またよかったら見てくださいね。いや結構です。よろしくお願いします、はい、じゃあ次、初登場ですね。はい、はい、お願いします。今回初めてです。主任の何にしましょう。ニックネーム決めてなかった。じゃあフジモンで。フジモンで、はい、お願いします。お願いします。キセラ川岸店の配属は結構長いんですか。いえ、5月ですね。あ、本当ですか。じゃあもうまた全然3ヶ月ぐらい、はい、それぐらいです。以前あの実はカノコ団にいたということで、はい、あの進撃の青木さんも、もうよくご存知ということでね、はい、はい、たまちゃんの裏側聞きたい人はあのぜひ藤本さんに聞いてください。はい、はい、よろしくお願いします。お二人とも髪が乱れてます。大丈夫ですか。ちょっと走ってたんで。乱れてるかな。おまぎやっぱりこれで忙しかったんで。あ、なるほど。じゃあこれちょっと今、振りがあったんで。じゃあこれはガイさんにお願いしたらいいですか。はい、じゃあお願いします。はい、はい、ですね、ファン感謝で、まあ、8月の17から23日まで、はい、約1週間あるんですけども、まだ残り3日間ですかね、はい、21、22、23と、はい、まだ3日間あります。で、素敵な景品がまだたくさん残ってますので、うん、そうそうそう、あのカウンターのね、前にまだ景品がありますんでね、めちゃめちゃ残ってますんで、はい、もしかしたらこれから出るかもしれない。お特に目玉商品がこのテレビなんですけど、お 2台あるんですよ、2台テレビ。あ、4K 対応ですね。です、はい、4K ですよ、4K。 これあの、まあ、オリンピックね近いん で、 そうですね、あのテレビちょうど買い替えようかなと思ってる方はもうぜひね狙ってもらいたい。50型ですからね。あ、50型大きいね、はい、これでかいです。結構普通自分らで買うときでね、50型までなかなかあの手が届かない感じですけども、まあ、4K の50型やったらまあまあええ値段するんじゃないかなと。多分2、30万するんちゃいます。そんな高い。そんな高い。あとはあれかな、これダイソンは出たんですか。これダイソンは別なんですよ。あ、別なんや。あら、まあ、で2等もあるんですか。2等は下ですね、こちらの圧力ジャー。あ、私この圧力ジャー欲しい。まだ残ってますんで、これも。これもね、今炊飯器も高いんですよ、ええー、やつ、ね、10万とか普通に行くんでね、まあ、あとは、家電ね、まだまだ残ってますんで。そうですね、これ全部残ってますね、まだ。あ、ドルチェグスト、懐かしいな。なるほど、こちらが、商品としてまだあるということなので、まあ、ぜひファン館の時間が、もう3時と7時かな。そうですね、15時と19時と、はい、これも3日とも、共通の時間になっておりますので、まあ、できたらねこの時間めがけてぜひ来ていただけたら9時は引けますんで、よろしくお願いします。あ、ドライヤー欲しいという方おられますね。今の景品全部見た中で一番リアルに欲しいのは炊飯器。あ、私と同じ方おられますね。ほんとね、炊飯器ほんと高いんですよ、最近。だから1万円ぐらいで買えてたと思うんですけど、昔はね。今の炊飯器、ほんとにいい炊飯器多いんで、ぜひ、ね、まあ、ゲットして帰ってもらえたら、はい、もしかしたらあの奥さんとかね、喜ばれるかもしれませんので、お父さんはあの内緒であの遊びに行ってね、うん、あのこっそり炊飯器持って帰ってもらえたらと思いますんで。じゃあこんな感じでね、キセラ歓迎して、ファン感謝でよろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ今日打つ台を、ガイさんにじゃあ教えてもらいたいんですけども、はい、今日なんですけども、まあ、おそらくもう少しで寿命になるモンスターハンター、そうですね、月下ライブ行こうかなと。ね、月下も調べたところ設置が2014年からでしたっけ。今もうちょうど5年ちょっとということで、今年で終わりでしたっけ、モンハン。今年やったかな、年末ぐらい、年末ぐらい、うん、ということで、もうさようなら間近ということで、まだキセラ歓迎して6台ねありますので、じゃあこれをガイさんとフジモンに売っていただくということなんですけども、今日なんか目標あります。月下はね、実はあの前までちょっと YouTube 残せないっていう話やったんですけど、最近解禁になったみたいで、はい、まあ、YouTube 動画としてはキコちゃんではあんまりないので、まあ、ええところ見せてもらえたら一番いいんですけど、ガイさんがモンハン詳しいということなんで、
どうですか。そうね、ゲームがかなり、はい、あ、ゲームが好きなのね。スロットも打ちますよ。なるほど。なんかこう目標とするエース出したいみたいなのありますか。そうですね、できたらアマツを出したいなと。あ、それはやばいやつやね。めちゃめちゃ嬉しいやつですけど、どうなんやろ、出やすいなんかエースとかあるんですか。まあ割とレアなんやけど、割とこれは出やすいかなーっていう感じの。まあまた出したことないんですけど、あの大連続狩猟でしたっけ。へえ、ちょっと出したことないんで出したいですね。じゃあちょっと、まあちょっとね、時間が短いのであれなんですけど、まあ出したら、あの本当に腕持っていいやなっていうふうに証明できますんで、はい、じゃあぜひこの2人に今日は頑張っていただきますんでね、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと今日、はいはい、ちょっと対決しようかなと思ってまして。あ、どうします。じゃあ一応赤7、青7引いたら2点、3点、おうおう、青7、赤が1点、2点かグダグダなってますやボケてますわ。バーが1点、青7が3点、はい、赤7が2点、バーが1点、はい、あ、なるほど。じゃあもうとりあえずビッグは引かないといけないということですね。そういうことです。かしこまりました。じゃあ負けたらこれでいこうかなと、はい、ちょっと。何それですか。え、炊飯器くれるんですか。これです。何それ何それ。聞いてない。今考えました。今考えた。何何何。これ膨らむんですよこれ。おう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 。今あんまやったらあかんか。あ、そう。あ、なるほど。風船でバチンってやるやつ。風船を画面目につけて。膨らましていくと。なるほど。まあ最悪はあのハサミとかでパーンってやってもいいですもんね。そのまま顔貫通みたいな、それはもうちょっと事故だろうじゃないですけど。じゃあ罰ゲームも込みということで、はい、今日はやっていただくということでですね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速大移動してください。はい、はい、じゃあ移動します。そう、私実はモンハン売ったことなくて、ああそうなんですね。あんまりね、わからないんですけど、そのアガツマガズチでしたっけ、はい、あれはもうドエラインやっていうのは聞いたことありますね。ですね、はい、フリーズ引いたら出ますので、こうやって点決めるのはいいけど、ちゃんと当ててね、お願いって言われて。わかりました、はい、当てたい。化け物語が今週の日曜日、窓マギ初代とラブ城が残り1ヶ月で、さようならですっていうことでね。いやもうどれも名機ですよね、スロッターの方にしたらね。もう始めちゃって、はい、大丈夫です。じゃあシダお願いします。はい、行きましょう。今回ね、画面は左がガイさんで右が、フジモになっておりますので、うん、じゃあカメラ調節でしていきたいと思います。フジモンも結構スロットは打つんですか。そうですね、暇があれば、暇があれば打ちに行きたいなと。最近やったらどんな台打つんですか。やっぱリゼロが多いですね。あ、ロコギ、はい、面白い。やっぱりリゼロ面白いです。面白い、何より早いですね。あ、あの枚数がね、はい、最高どれぐらいですか。リゼロ枚数、獲得枚数。あ、リミットまで2回行きました。すごいですね、はい、あれどう。フリーズも1回行きました。あ、本当ですか。結構いいとこはじゃあ、はい、もう持ってってる感じなんですね。いただきました。へえ、すごいね。放送でもね、割とリゼロはやるんですけど、みんな引き弱いから六角エースとかはね結構出るんですけど、全然枚数がね出ないというちょっと辛い展開なんですけどね。やっぱり六だと出にくい、出にくい、ね、そうですよね。確かに白ゲーは攻略しやすいけど、そのかなんていうの、枚数多く獲得するのがなかなかちょっと厳しいっていう意見多いですよね。平均確か50ゲームぐらい、ね、そうですね。なんか3桁とか載せるとこう嬉しいけど低設定が多いかなっていう印象ですよね。そうですね、確かにね。窓巻き初代の、白の可愛い筐体がホールに降臨した日の衝撃を私はまだ覚えてます。違和感ほんまにはすごかったよということでね。窓巻き初代ももうじゃあ4年前ぐらいなのかな。もう4、5年前、ね、確か。そうですね、もうまあ撤去されてるお店ももう多いかもしれませんけどね。もうあまり見ないですよね。まあ今回の入れ替えだったり、まあ来月の頭の入れ替えでも完全になくなるお店が結構多いんじゃないかなと思うんですけどね、うん、そうですね。窓場にももう結構長いことね、稼働しましたからね。稼働貢献としてはもうすごいいい台だったんじゃないかなと思いますけどもね。やっぱり2より1の方が人気が高かったですからね。そうですね、まあ、どうしてもその2の時はねちょっと規制も入りましたんでね、若干ちょっとやっぱマイルドみたいな感じになってしまったので。そうですね、確かにね。炊飯器がリスナー内で大人気ですよということで、いやそうやね、炊飯器やっぱ欲しいよねこの中でこう自分で買うとやっぱちょっと高いけど、もらうとしたらもう完全に炊飯器嬉しいやつやかなと思うんですけどね。あー、なるほど。いや掃除機も欲しいですね。あ、掃除機ね、確かに。あれダイソンですもんね。そうです。いやダイソンも高いからな買うの。やっぱ憧れてます。どうやろう、6人ぐらいユキチさんいるんかしら。あら、も
なに出せないです。そんなに出せないです。ねえ、まあ、テレビやったらもしかしたらちょっともう、なんやろ、もういらんしと思って売られる方もおるかもしれませんけどね。中古とかでありそうですね。ありそうだよね、確かに。でもあんなかやったら私もそうやな、炊飯器か。布団乾燥機も意外に欲しいけどな、なかなか自分で買う機会がないのでね。確かに。ね、マイホニアまだ5台現役稼働中、なくなるのか残念ということで、そうですね、あの設置期限というのがね、あの機械にはあるので、まあ、もうでも長いこと寿命ありましたけどね、本当にお疲れ様でしたって感じですけどもね、まあ、もっとね、いい台が今後出るのを本当期待はしてますけどもね。まあ、最近だとね、まあ、半券でね、かなり人気あるんで、まあ、あの花とかも座ったよってコメントもいただきましたけどね。まだ触ってないですね。あ、まだ触ってない。はい、まあ、純増で言うと、やっぱりリゼロが一番になるんですかね、今のところ。そうですね、6号機だと。人気ですね。リゼロが最強ですかね。まあ、リゼロもね、だいぶ増大のお店も増えてね、だいぶ皆さん座れる、ようにはなったんじゃないかなとは思うんですけどね。でも結構セイントセイヤーも座られてますよ。あ、本当ですか。うん、まあなんか6号機は結構ポイント貯めシステムっていうんですかね、あれが多いですもんね。でも割となんか売ってたらこうどの機種もちょっと触れるんちゃうかっていう、私ちょっと錯覚を陥ってしまいそうで怖いんですけど。はい、まあ、窓間にもねなくなっちゃうので、まあ、もしね近くのホールとかである方はね、もう最後打ち納めしてもらったらいいかなと思いますね。寂しいですね。寂しいですね。なんかもうモンハンとかももちろんそうですしね、バジ絆とかもアナザーゴッドハーデスもそうですけど、まあ徐々に徐々に多くなりそうですね。そうですね、最後の本当にもう徐々に徐々にちょっとこうなくなっていく機種も多いのでね、ちょっと寂しいですけどね。まあ、見つけたら、まあそのね、無理して打つことはないと思いますが、もう最後やと思ってね、打たれる方もおられると思いますんで、ぜひぜひ打ってみてください。6人のユケチ、マクロスデルタに今週注ぎ込んで帰ってきませんでした。ラッシュ行かないのエグい。これは、パチンコはお二人はあんま打たないんでしたっけ。パチンコ打ちますよ。打つ。ガイさん、マクロスデルタ打った。まだ打ってない。全く打てないです。全く打てない。フジモンは打てないかな。僕はマクロスはまだですね。あの花は打った。あの花はまだです。まだ新しいやつはまだ全然まだ打てない。はい、マクロスデルタはね、あれは全然シンフォギアスペックじゃないんで、皆さん騙されないようにだけしてくださいね。本当にあれはかなり、私はもう放送ではずっと鬼畜台って呼んでるんですけど、でもね、面白いんでね、私もついついこの方と同じでちょっと養分になってしまってるんですけど、いつかもガツンとやったろうとは思ってますけどね。まあ、もうなぎごともほどほどが一番だと思いますね。やっぱりパチンコやったらシンフォギアが最高に楽しいですね。そうですね、まあ、あのスペックを出したもん勝ちやったなという感じもありますけど ね、 そうですね、まあ、若干ちょっとやっぱ飽きつつある方も多いんで、まあ、そろそろ違うスペックをちょっと頑張ってもらえたらいいかなっていうのはね、個人的な意見ですけどもね、頑張れ頑張れって感じですね、本当に。まあ、使用金銀とかもね、ミドルではかなりスタートが良かったみたいなんでね、まだ打ったことない方はちょっと調整してもいいかもしれませんね。たまにやっぱり爆発しますもんね。いやー、やっぱね、継続率が高い台はやっぱね、期待値が高いんで、まあ、なかなかちょっとね、ハザー当たり取れるまでが難しいかもしれませんけど、でも入ってしまってね、こう継続率に乗ってしまえば、もうかなり面白い台やなと思いますけどね。まあ、こんな言うてて、私、残念ながら、使用金に全く相性良くないんで、もう、だいぶやられましたけどね。隣の方はね、ほんま20連、30連とかしてるんで、ちょっと半分ぐらい出玉欲しいなと思いましたね。バジリスク、絆、撤去までにせめてフリーズを引きたい。直の振動術は2回引いてるのに、フリーズは引いてない。こういう方も結構おられるんですね。僕もフリーズは引いたことないですね。あ、そうですか。でも、キセラ結構フリーズ引いてますよ。あ、お客様。あと、振動術も。いやー、確かにそのスロッターの方がね、やっぱバジー、ケズナー、フリーズ引きたいよね。結構ね、SNS とか上がってますしね。やっぱ恩恵も大きいんですかね、ケズナーぐらいのフリーズやったら。そうですね。あんまり、俺は結構きますよ。あ、本当ですか。ガイさんはあれよね、前バジー打った時も結構フリーズはとかいう話してましたもんね。フリーズは言ってましたね。ねえ、フジモンは引いてないんか。引いてないです。なかなかそれはね、プッシュをしてる。あ、赤ですね、星4つ。ちょっといいですかね。ちょっといい。これ今、ガイさんはチャンスゾーンかな。そうですね、はい、ここで前場、解除できればボーナスか。ボーナスに入ります、ね。はい、いや、青7引けばいいですね。
そうですね、はい、こんばんは、でね、ありがとうございます。ちょっとね、コメントも最初から呼んでいきます。和光、まあ久しぶりの台ということでね、まだまだ現役稼働中ですからね、この台もね、うん、キセロも、6台、20円セロットありますので、ぜひモンハンもちょっと撤去期限迫ってきてますんでね、ぜひぜひ打ち倒してもらえたらなと思いますね。山形からこんばんは、でね、いつもありがとうございます。毎日ねコメントいただいてる、こちゃん中毒者の方もね来ていただいてありがとうございます。モンハン月下レベル半径 OK なのってことで、あの OK になったんですよね、本当に今年やったから。あの設置2014年なんですけどね、もうこの5年目にしてやっと OK っていう、ちょっとわからないんですが、あの OK になりましたね。諦めたんですかね。諦めた、まあそれかもう撤去が近いからかもしれませんね。あ、なるほど、もう最後やし、なんてやろ、動画流してみんな来てくれみたいな感じかもしれませんね。関西人ですが、星稜に優勝してほしいと思ってますということで、今日ね、夏の甲子園 準決勝かありまして、はい、大阪の履正社と、石川県の、ね、星稜高校が勝ちまして、決勝がその2校ということで飛ばしてもだ飛ばしたよ。結局ダメやったろ。ダメでした。おいおいこれポイント取れるか大丈夫か。頑張ります。もしそのフリーズ引いたらもうあれ100万点とか、もう勝ち確ですね。勝ち確、もう問答無用。そうですか、ね、あの夏の甲子園ももうクライマックスということでね、明日明後日かなに決勝あるそうなので、星稜のあのかなりのいいピッチャーがね、投げられるということなんで、奥川君やったかな、あのもうプロ間違いないんじゃないかっていう声がかかってるぐらいのピッチャーですのでね、まあ、ぜひ決勝戦ね、平日ですけどもね、もし見れる方はぜひね見ていただいたらなと思いますね、うん。ファン館3時人多いですかね、席確保できるかなーという方おられますけどね、これあれかな、キセラのお客様かな。3時はどうでしょうね、平日の3時だったらまだいけるかな、夜の方が多そうなイメージですけどね。人気のある機種以外だったら座れると思います。確かにね、寝台だったりとかね、それ以外だったら大丈夫じゃないかという感じなので、まあ、ぜひあの一度遊びに来てもらえたらなと思いますね。フジモンはじめましてってね言われてますね。はじめまして。フジモン黒縁メガネグッド。え黒縁メガネグッドって。あざまあの、ね、意外結構あれよね、黒縁率高いもんね、あのキコダチャンネル出てる人ね。あーそうなんですね。そうそう、メガネ率高いよね。進撃のタマちゃんに食べられたんですか。よく食べられてました。そう、やっぱり食べられます。ずっとお腹空いた言うてもね、タマちゃんそんなやつ怒られた。怒られますね。スロットやとてっきりこれ何やろ、おばリゼロかな、打つと思ってたっていう方もおられますね。リゼロも結構やってるからね、ただ1時間でね引けないんですよみんな。そうですね、ゲーム数解除限定ですもんね。そう、もう白ゲー攻略戦1時間で、ね、2、3回入ってそのうち1回撃破できたらいいかなっていう感じやな。そう、クラシキからこんばんはってね、ありがとうございます。テレビ欲しいという人もいますけど、あ、欲しいんよ、ドライヤーも欲しいよという人もいますね。旦那が炊飯器持って帰ってきてくれたらめっちゃ喜ぶって言ってますね。でもその代わりなんでなんて言われるよね、なんでこれどこで手に入れたんって言われた時にちょっとなんとも余裕はんよね。確かにね。負けた方がモンハンで、体剣を振り回したポーズお願いします。でっかい剣ね。あ、いいですよ全然。あの剣も作らなあかん、剣作っとけばよかったね、ダンボールでね。マクロスデルタとリー009だと友人におとなしくリー009打てと言うと思いますってこともありますけどね。まあリー009も結構古い台ですからね。あ、当たりましたね。フジモンが先に、あ、これもみじ柄ですか、何柄ですね。もみじ柄は全子役対応やったっけ、結構熱いんでしたっけね。チャンスボタンでのもみじ柄だと確定ですね。あ、確定なんや。じゃあこれで色が重要ですね。そうですね。青だと3ポイント、赤だと2ポイント、レギュラーバーだと1ポイント。これ出現率どうなんですか？青の方がやっぱ出にくいとかあるんですか？青の方がやっぱ出にくいです。設定差があるとかも関係あるんかな？どうなんでしょう？そこまでは実は分かんない。そこまでは。あんまりですか、解析とかは興味ない感じなんですか、お二人は。いや、ハーデスとか、おう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 、バジスとか。あ、なるほどなるほど。もうハンマーではそこまではって感じだね。あ、バーですね。バー1ポイント。
ひとまずね、ボーナス確率は、高設定だと183分の1、低設定だと299分の1ですんでね、まあ、今日はまあ、大丈夫でしょう。全くノーヒットってことはないとは思いますけど、ね、はい、ちょっとガイさんも頑張らんとあかんすね。まあ、まだ1ポイントなんでね。そうですね。そうね、全然、全然。すぐ抜かされる点数ですからね。そうですね。あ、もう赤7いちゃえば1ポイント、ね、有利ですから。そうね。じゃあ今日は一応ね、ボーナスを引いたもん勝ちになってますんで。モンハンは、AT でしたっけ ?ART でしたっけ、これは AT です。AT ですね。はい。純増3枚ぐらいあんのかな確か。いや、もうなかったと思います。あ、そんなになかった。なんかちょうど5号機あったから、どうやったかなと思って。2.5 枚ですね。2.5 枚。まあ、ボーナスもあるから、それで絡めていく感じですね。まあ、もうね、モンハンも結構古い台なんで、打たれてる方も多いと思いますけどね。3枚もないっていう。ガイさん、リセットしろしろって。リセット、うん、我が家のテレビ故障中ですってね。これやばないですか、こんだけしかまだ削ってないです。あ、これ無理ですね。あ、AT 入らない。いやー、うん、逃げませんないですね。これ、あの、モンハン、私完全にあの、みんな、多分ほぼほぼ初めてに近いんですけど、なんかキャラクターとか関係あるんですか？そうですね。キャラクターで攻撃の仕方が変わったり、なるほど。モンスターがいたり。あ、なるほど。相性とかもあるんですね。そうですね。このキャラは別にって感じなんですかね。はい。得意なキャラだと色が変わります。あ、なるほど。あ、そういうのもあんねんな。はい。あと、こいつ確かモンスター呼びますよね。え、そうなん？そうなん？そうなん？なんか今 の男性キャラがなんか主人公みたいなイメージがあったんですけど、刀持ってる人が主人公ですね、はいはい、あ、やっぱそうやね、これ、そう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 、はい、なんかパチンコのモンハンで確か見たことがあったなと思って、あ、バイバイ、あ、押し切られた、終わっちゃいましたね、逃げちゃった、一点止まりです、あら、まあ76枚76枚、モンハンは正直体力は関係ない、バーモンスターはしびれ罠と落とし穴引いたらどっからでも逆転できるんでね、確かに、強者引いたらモンスター呼ぶよってことですね、なるほど、ね、さっきのじゃあところで、レア役ね、強者引けばよかったかな、ただ読んでも倒したことないんですよね、読んでも倒しちゃった負けは決まってるんかもしれない、結構引いたことあるんですけどね、はい、残念ながら、はい、今回ちょっとモンスター逃げちゃいましたね、なんかざわざわしてますね、そうですね、もう一回あれかな、あ、ミッションですね、あ、ミッション行きました、こんばんはってね、アボシで760枚で終わりましたアボシかれたんですね、お疲れ様でした、チャンスゾーン入りました、お、なんかえらい、フジモンの台、あ、アイル、アイルです、これはどうなったらチャンスとかあるんですか、リプレイで悪が開きますね、はい、あ、なるほど、ビンゴになればボーナス、じゃあもうリプレイ引きまくらなあかんってことですね、あとは強レア役だと全部一気に開いたりすることもあります、なるほど、リプレイだったら一マスは 100% で開くってことですね、はい、あ、激アツチェリーっていうんですかね、今日リーチ目を引けば全マス 100%、 強ベルだと 50%、 強チャンス目だと1マスだと 87%、 全マスが 12%、 まあ、割とやっぱりあれか、いいレア役引くと全マス突破する可能性は高いってことですね、はい、なるほど、1個も開かないです、お前ね、レア役引けないじゃん、あれもうやばい、終わる、逆にレアですねこれ、ほう、継続ですね、あ、なるほど、あ、来ました、お、5ゲーム、これでまだチャンスがあるようですね、いただきます、お、2個目リーチですね、やばいやばい、お、7分の1ダブルリーチ、ほ、ね、ら、これどうなんですか、結構じらしプレイはある多いんですか、じらしてじらしてんな3と5か、はい、ラスト、ラスト、お、じらしじらし、おじらしましたね、一番嫌なやつやん、全部リーチになりましたね、じらしてある意味持ってます、はい、設定差画面見るの忘れてるぞって言われてましたね、え、設定差画面って何でしたっけ、なんかあるんでした、モンハンはどこ注目したらいいとか、何だっけな、ボーナス終了画面やったっけ、確かそう、ね、ああ、そうですね、あと、どこやったかな、解析で出てましたけどね、あとはさっき見たんですけど、
そのモンスターの、はいはい、ボーナス中のモンスターの出方次第でまた設定判別が可能だそうです。なるほど。一応今ねちょっとサイト見させてもらったバイボーナス測定画面は、女性キャラが出た方があれなんかな、設定偶数設定が若干あれっていう感じで書いてますね。男性キャラは奇数か、設定6が濃厚っていうね。なるほど、女性キャラ出たら偶数っぽいんやね。モンスター集合画面で神王がモード滞在か天国モード。そうね、こうスロットはね解析がむちゃくちゃ細かいからね結構覚えるの大変やなと思うんですけどね。あ、終了画面でプッシュしたら大丈夫って、ね、はい、プッシュ、はい、リップとレア役で開く、アマツ、フリーズのアマツ見せてよお願い僕も見たいです。アキラ出したらいいんだよ設定がなるほど。ちなみにモンハンは通常リプレイを連続で引くと陣王がモードっていうのがあって当たりが終わらないモードがあるっていうね方もおられますね、ガイさん今日何しに来たんだあの罰ゲームだけ考えてましたね確かに、ね、バトルは法則があって最後体力が7だったら確定だったと思いますってね、最後7にしたいのにこのカス猫が爆弾投げまくりやがるんだっていうねコメントをいただいてますね。カス猫って言われてる、カス猫って誰のこと、アイル、アイル、アイルのこと言ってるのカス猫なんや。ある程度出してプラス収支中に勝ち逃げする思考の切り替えの方法を教えてくださいっていうコメント来てますけど、難しいですねそれね。あ、終わったら130ぐらいは回す、ね、回す。これはどうですか、スロットもパチンコも同じですか。いやスロットだけ、スロットだけ、ね、あんまり追わないってこと。自分は追いますけどねバリバリ追いそう。一回引いたら園田に満足してしまうタイプで。そうなんや、飽きてしまうんですよね。移動とかも全然しちゃうタイプ。全然します。そうなんや、じゃあちょっとフジモンは難しいかもしれない参考になるかわからないけど、でもまあキーがよくやめるとしたらフジモンの方がいいかもしれんけどね。そうですね、ガイさんやっぱある程度確信つかむ限りはまあずっと続行するタイプってことですか。いや基本はフリーズ引くまで打ちます。やばい、ほんと必須のあれやね、ギャンブラーやね。そうですね1日でね、フリーズ引ける確率どうなんて感じだけど、もうそれでも、でもそれをやるからバジ絆もフリーズ引いたことがあるってことやもんね。そうですね、特にゴッドは多いですよ。あ、そうなんや、ゴッドインゴッドとかもあるんですか。あります、あります。あ、そう、あれはもうね、やっぱりゴッド打ちはやっぱりステータスですよね。とりあえずゴッドさえ引けば勝てますからねまあまあ確かにね、あの台はもうゴッド引いてなんぼですからね。そうそうそう、ハーデスだとワンチャン3連続とかも全然ありますもんね。ありますね、それきついんですよね。確かに4名以上欲しいって感じですよね。そうです、うん、そうやな、私もこれ結構時と場合による、あ、赤文字ですね。チャンスですね。お、次はガイさんのターンになりましたね。そうだな、パチンコだったらまあ一番はもうね連チャンしてしまって、まあ、ある程度で出玉とか出てたらねやめるのが一番賢いかなとは思うんですけどね。私もある程度の台の確信がないとちょっと突っ込まない。あ、来ましたね、ちょっと熱いですね。熱い。あとこのボタンで。ちっちゃいですね。ちっちゃい。ああ、あかんの。ああ。残念。ガイさんリセットって言われた。リセット。はい、言われてます。はい。ちなみに設定6でも500ぐらいまでハマるから気をつけてねと言われてますね。もうそうなったら終わっちゃいますねもう何もなく終わるねどうしてもモンハン当てたかったらリセットかけたら128で当たるよって言われてますね。おなんかさっきねモンハンの調べてたら何やったっけな、何ゲーム100何十ゲームから100何十ゲーム以内に当たったら設定56濃厚みたいな記事載ってたけど、あ、確かにありました、ね、あるんや。あ、やっぱそれはあるんですね。ありますね。お二人はアニメ好きですか。好きだったら大になってほしい案件ありますって言われてますね。え、アニメ好きですね。何のアニメが好きですか。何やろう、何がありますかね。あ、でも作りやすそうなドラゴンボールとか作りやすそうですよね。あ、ドラゴンボールね。ただまあ、まあ原作の方がね、はい、出さないでしょうね。案外版権はすごいね人気あるけど、やっぱ原作の方があんまりそういうのにこう興味がない方もねおられますけどもね、はい、あ、キングダムとかもいいですね。はい、です。キングダムね、はい、なんか出そうですね実写もね映画この間ありましたしね、
なんかそのパチンコパチスロに向いてそうな判件っていうのはもうかなりあると思うんですけどね。やっぱりバトル系ですよね。そうですね。コメントで前いただいたのはあのジョジョとかね、あのオラオラの演出とかはあれや激アツ予告とかねなりそうっていうコメントはありましたけどね。まあなんかジョジョの方もねちょっとあの難しいみたいでね、判件がね。そうやな、ジャンプ系とかになるんですかね、ああいうマガジンとかサンデーとか。そうですね、やっぱりそうなると思います。そうですね。ねえ、ガイちゃん今日は罰ゲームですか。あんなカットインでも緑でもダメ、全然普通に外れるちょっとチャンスやったけどね、うん、ちなみに今日パチ打ちました。パチゴッドイーター1万8000発出ました。すごいの。何連したんやろ。だいぶいあれやね、勝ったんやね。おめでとうございます。メガネ率、メタボ率が高い機構なあのね、メタボ率が高いのは店長より上、店長かな役職の方はね、そこまでメタボそんなに多くないと思うけどな。僕ここに来て3ヶ月で5キロぐらいはもう痩せました、はい、痩せたんやええことやね、ええことよかったね。もういっぱい走るんで。やっぱホール広い店とかね、箱のまあもちろんお店だったりとか大変かなと思いますね。はい、すいません、それはリゼロじゃなくオーバーロード。ああ、オーバーロードね。オーバーロードって書いてたんか。オーバーロード確か昨日関東やってたと思うんですけど、オーバーロードはどうなんやろうね。台数少なそうやけどな、導入台数がね。オーバーロード、オーバーロード多分大泉さんから出た台で、多分一応新台のくくりであったと思うんですけど、ちょっと多分キセラさん入ってなかったと思うんで。そうですね、はい。じゃあ もしね、あのオーバーロード見た方は昨日の関東の放送ちょっと見てみてください。はい。フジモン、嫁のユッキーナどうですか。嫁のユッキーナ、これフジモンだよ。フジモン違いですね。フジモン違い、そうそうそう、ね、フジモンっていうあだ名にしてしまったからね。そうなんですよ、ユッキーナダメですね。ダメなんや、うん、ね、復活はもみじ柄のボタンって、ね、ちょっと熱いですね。お、チャンス、レア役対応ですかね。これが続けば暑いですね。結構あれ赤まで行けばとかあるんですか。今黄色っすもんね。黄色っすね。もう来た、ミッション。オバロは歌がかっこいい。あ、でも一番いいやつ。しびれ薬使ったら乳首低周波でお願いしますね。わかりましたあそこでやめとけばプラス収支で帰れたのにって経験が多いですって方おられますけどね。いやもうほら、もうそれはもうしょっちゅうありますけどね。自分の投資分帰ってきたらちょっと考えるかなって感じかな。私はやっぱりプラスには持っていきたいですよね。そうですね。もしくはと、まあ、トントンちょいプラぐらいまでかな。もう使い込むのはちょっともうしないようにはしてますけどね。あとはよっぽど第二確信がない限りはちょっと難しいから、はい、さっきからレバーオンに気合いが入ってます。さっきね、ちょっとこれフジモンじらされたからビンゴ。そうだ、今でリプレイ1回目かな、ね、はい。ちなみに大連続引いたら何ポイントになりますか、ガイさん。お、まあ、10で。お、10 そうですね、出にくいですもんね。まあ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 、お力こんばんは、ね、今日はスロットということで。結構ね、キコーナチャンネルユーザーの方はパチンコユーザーの方がね結構多いのでね、まあ、今日はねちょっとあのモンハンやりたいということなんで全然開かんって。いやばい。ラストですね。ないないって言われた。パチで銀玉は無理かなってね。アクション、ギャグ、パロット、いろいろ揃った作品。これは銀玉の作者の方にちょっとお願いしてみてもいいかもしれませんね。はい、言ってますね。キコーナさんもっと出してくださいって言われてますね。じゃあこれはコメントとしてお店に預けておきますんで、頑張っていただけたらと思いますね。はい、まあまあメダルいるけどこの台は128まで回す方がいいよってね言われてますね。もう過ぎちゃってます ね、 ね。フリーズ引くまで回すってガイさん負けまくってない実は負けてます。負けてるんや。残念ですけどね。キコーナで買ったことないとかとおられますけど、ね、じゃあもう勝てるお店に探して行ってみてください。待ってます。はい、また機会があったらねいつか来てください。ね、ガバスゲームもうそろそろ確定かもしれへんということで、もう言うて40分ですからね。早いっすね。ただ1ポイントで勝てるん、これ大丈夫な。ちょっと物足りないですよね。ほんまやね。ガイさんどうする、一回リセットかける大体、ね、はルール決めた方が負けるのがデフォですって言われてるね。
ちなみにルールは私ですね、フジモンが決めました。そうなんや。そうです。なるほど、ガイサが決めた風になってたけど、実はフジモンが決めてた。確かに、喋ってもらいました。六角はいくらか忘れたけど、140から180ぐらいまでの間やったと思うってことでね。結構やっぱあれやね、奥が深いね、ふぬ。グランキコーナー境店行きました、勝ちました。景品自分で取りに行くっていうシステムが初めてでめっちゃオロオロしました。あのセルフシステムですもんね、確かね。あのどこだかな、高井田とかも確か景品ね、セルフシステムやったと思います、ね、セルフってどんな感じなんですか。出玉のその箸玉っていうんですかね、あれで計算して自分でこう、例えばああいう、キセラのカウンターだとこの景品置いてますけど、うん、あれがなんか何玉コーナーで これみたいなのが全部こう分かれてるんですよね、確か。それであの自分でこう取っていって、多分あのカウンターであの確認していただけるというシステムやったんちゃうかな。ちょっとあれドキドキしますよね。確かにね。まあでもそういうのもね、結構大きい店だと多いあの店舗もあるみたいなんでね。オラオラッシュならみんなが思い浮かびそう。あのジョジョね、ありそうやもんね、確かに。理由地とかジョジョの版権を売りますって騙されたメーカーがあるらしいよ。いやー、まあそりゃメーカーさんもね、やっぱ版権、いい版権取りたいもんな。寝落ちしますお休みということで、もう出てるし一回起きよう。スレイヤーズがパチになった時は嬉しくて打ちに行ったってね、めっちゃ、リナインバースに金貨持っていかれましたってことでね。スレイヤーズもそうですね、もうだいぶ前ですけどね、あの機種もだいぶあの当時やったらスペックだいぶ尖ってたんでね、あの台も結構難しい台やったなと思いますけどね、また出してほしいですね。35連です。ただその後シンフォギアとかもろもろ飲まれて終始はちょいプラになりましたということで、あの先ね、あのゴッドイーターで満発出たというと、あの打ち散らかしてしまったそうですね。まあ、あのなんかあるよね、そのまあまあ買ってるしちょっと別の台移動したろっかなみたいなね、まあ、そんなうまくいかんかったってことですね。で卵はいいよってね。ゴッドイーターは最高は一撃2万発から通常落ちて3回転でもう1回当てて1万8000発合計3万8000発出たことある。すごいね。なかなかね、あの引き戻し早くてもあのラッシュ入らないとか多いですけど、もう1回ラッシュ入ったんがすごいね、素晴らしい。生放送で1000ハマり食らったもんね。これは私ですね、シンフォギア。シンフォギアで1000ですか。いやもう全然ありますよ、全然ある。あの確率は多分低いと思いますけど、全然ありますからね。行きましたね。そうなんです、もうね、本当にね、シンフォギアの1000ハマるときってね、びっくりするぐらい演出がしょぼい。何もない。あのね、あの発展してもあのミクサンリーチばっかりで、イコライザーの色が緑ばっかり。もう手紙とか来てもあのちっちゃいノイズばっかりとかね、先盛り錠剤洗浄ばっかりとかね、もうほんま、あこれやばいなと思ったらほんまに1200いきましたね。昨日でも SNS で見かけたらシンフォギア2000ハマってる人いて、ああこれはすごい勇者やなと思いましたけど、ね、2000やばい、すごかった。 AT 見たいんでお願いしますって言われた。はい、まだまだね、今から全長入ります。ね、ちょっと解除してもらいたい。月下雷鳴は初当たりだけの確率で1でも6でも当たり中は確率同じでガチやったはずでね。今日ホールで最初に打とうと思ってた台がカップルさんが彼氏待つために座っておられたんですけども、もしどいてもらうにはどうしたらいいかなっていうねコメント来てますけど、これ一応やっぱスタッフさんに声かけてもらった方がいいんですかね。そうですね、あのお客様同士のね、もしかしたらトラブルになった時にちょっと大変だと思うので、やっぱりお客様同士だとヒートアップしやすいですからね。あ、そうですよね。あの一応そこはね、店員さんにちょっとお声掛けいただいて、まあ、あの店員さんにお願いするのが一番いいかなと思いますね。マイホームセルフですってね、ライターチップスとかコーヒーとか選べてそっちの方が楽しいよって方おられますね。まあ、確かにね、あのカウンターだけに置いてる、ね、商品だともう決まったものばっかりだからね、自分で選べるのはいいかもしれませんね。さあ、どっちも今一応あれですね、チャンスゾーン、はい、同じモンスターですね、同じモンスターやばい。あ、去っていったちょ、あんまり減ってないんですよね、まあらまあ緑までは行きたいですよね、せめて。うん、あんまりゲージ的には減らん方が、あ、減った方がいいのか、減らん方がいいのか、右上の、右上の減る方がいい、ね、減る方がいいですね。
あでも結構あれやね、藤間の台は攻めてますけどね。ただもう来ちゃいますね。あもうやばい、もうやばい。もう厳しいです。あボタン不足。おお簡単やった、簡単。ガイさん全然ちょこれ壊れてんじゃないどうしたどうしたんすよ今日ガイさんの、どっちだよ、藤本はゲーセンかもしれない、まあ、女性キャラ来ましたね、ボーナス確定。さあこれでまたレギュラーバー以外欲しいですね。はい、ちなみにモンハンバトルが楽しいのに楽しいとこ全く見せれてへん。今からね、はい、ガイちゃんどうすんねんって言われたそう、うまい。あ、強水かです。強水か。あ、でも一応今あれね、ガイさん赤文字やけどな。あ、緑まで行ってますね。はい。あまだ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 。おお復活。あ、やっと2人入った。さあフジモンは赤7かな。赤ですね。これで2ポイントですね、フジモンは。はい、じゃあトータル3ポイントですね。ありがとうございます。これガイさんが青7引いたらね。あ、そうですね、逆転ですね。同点です。あ、同点ですね。勝手に逆転にして今日調子悪いですわ、お二人仕置きに打ちましたかってコメント来てますけどね。1回だけ、少しだけ打ちました。結果は良かったんですか。その当たらなかったです。当たらなかった、はい、そうそう、あの仕置き人どうやったら連チャンしますかっていうコメント来たんですけど、私もね、仕置き人はね、あレギュラーレギュラーでした。あらば、1ポイント。賞金はね、残念ながら私もあの1800回回してまだ1回しか当たってないですよね結構回してますね。あのね、3日ぐらい回したんかな。もう全然当たんなかった。何やったっけ、私あの結構カスタムするんですよ、賞金に。あの金灼熱とかね、赤激圧とかね、チャンス先読みとかやると全く何もこんくて、もう5、600回転おつやでしたけどやっと当たったと思ったらラッシュ入らへんし、ね、なんかね、でも仕置き人周りが割と出てるのをちょっと見させてもらってたら、なんかあのちょっと特殊な当たり方で当たってる台とか、あと ST 割とプレミアが頻発してる台はなんか2桁レンチャン結構してる台多かったなーっていう印象だったんですけどね。あれプレミアアップとかってあるんですか。あったかな、あったかな。ただね、プレミアアップはなんかあのもっと当たり重くなりそうと思って多分ね、あんまりやらんかったと思うんですけど。確かに。でもあの、はい、V 破壊してます。破壊していけそう。逆転できそうですね。あら。とりあえず AT レントで。どうぐらい。支援砲技は俺今日650はめてきたってね。当たったなんか手紙からの剣やったで通常やったわけね。手紙からの剣は熱いですね。ねえ。ネットで見たけどデルタで2000ハマってた人いた。あーそうですね、ツイッターでなんか拡散されてましたけどね。もうね、全然ありますからね、あの確率だからね。このバトルでいうと最初の去っていくまでの攻撃で3ダメしか与えてなかったら追撃があるってね、よくある話。朝一1台目で勝ってその勢いで他の台を打ち散らかして結果周知ちょっとマイナス、あ私でしたいやまああるあるありますね。なんかね、気持ちが落ち着かんというかね、ふわふわしてるときはなんか大移動多いかな。ガイちゃん頑張れってね言われてますけど。あらっ、あーこれいい感じですね。お、いけそう、倒せそうですね。 AT 入っちゃう。これ勝ちます。今多分一番の見せ場やな。はい、もうこれ勝ちました。どーん、おお。さあ、あとはガイさんがどうなるか。絶対はないと分かってても1000もハマると気持ちなえるよね。いやマジでほんまにそんなつもりないもん、こっちは。あら、フジモン、ちなみに金レイヤーは何ポイント。金レイヤーもでも赤っすもんね2点です。2点, 2点で V 破壊したら負けんのがデフォって言われたそうなん確かにモンハンで丸ハンで呼んじゃうけど、ね、似てるかな。ガイちゃん逆転者かっこいいよ、頑張って。わかりました。使用期限は初当たり3回取って全部 ST 入ったけど全部スルーしちゃった、ね、319の初当たり軽かったのに確率ってなんだろうねーって言ってね。確かに月下雷鳴って最後謎のオーバーキルするよって言ってますね。あー、ありますね。もうこれはモンハン売ってる人あるあるのかな。そうですね、残りちょっとしかないのに4人で攻めたり。あ、去ってったあ、つらいつらい。クエスト終わってしまった。ああ、さあこれでフジモン
とりあえずフルジモンのね見せ場になってきました。なんガイさん逃げられたやろ、ボギー破壊したらまあまあ逃げられるからってなんなら最初ちょっと期待させるパターンなんこのボギー破壊って最近、まあ、はいはい、よくありますよね、よくあるんや最近ハマりすぎて3倍ハマりは許容範囲になってしまってる。あーまあでもライトミドルの3倍でも600やもんね、使用金銀ったらもうほぼほぼ1000とかやもんね、ミドルやったら嬉しいですね、そうなると。いやもうでも逆を言うとね、そのもうオスイチまではいかないですけど、まあもう本当にね少ない回転数で当たって爆連っていうパターンももちろんあるんで、まあ結果収束だから個人的なねあるかなと思いますね。マルハン言うた時ピリつきましたよね。そ別に全然ピリつくあれはないけどな、モンハンあるある、 BJ が生意気BJ って何すか、 BJ ドドドドドドってやる人、ドドドドってやる人あれですか誰やろ、フジモンいいとこお願いしますって頑張ります、うん、今のは、バー揃いなんですかね、はい、1点です、わかりました。なんかあれやな、小刻みにポイント稼いでいくスタイルやな。そうだね、じゃあ4点今4点ですか、はい。ガイさんはあとこの短時間やけど赤7 2回引くか青7 1回引いたらあれか同点か、赤7 2回引いたら勝ちやね、語彙力説明とかって俺さガガガガガ言ったでしょ3意識だから昔より当たりやすいはずなのになんでそう感じないんだろうって言ってるね。まあでもどうやろうな、でもやっぱマックスタイプはやっぱりハマってたけどね、そうですね、399は私も怖かったけどね、399はマックス大好きでした。あ、やっぱり、はい、まあわかります。マックスキーで一番打った台とかはありますか、お二人は。北斗の剣ですかね。あ、剣シリーズなんや。そうですね、まあ、確かに豪将とかね、剣王とかも面白かったですもんね、覇王とかもありましたけど。僕は獣王かルパンですね。獣王って何や。獣王大好きでした。ルパンもね、面白かったですよね、はい、消されたルパンが一番。やっぱりね、やっぱりルパンシリーズはやっぱり一番良かったのはやっぱ消されたルパンという方多いですもんね。あれは1回だけ爆発しました。1回だけ、はい、60何連しました、ね、あ、すごいですね。すごいですね、もう壊れた思ったよね、はい、6万発ぐらい。あ、それはすごい。いただきました。私は初代ガローっていうね、良かったもらえますね。ガローね、ドドドドーンでやる人はモグル複像しかわからん確かに笑うセールスマン。そうですね、私もマックスは逆にあんまりねハマって打ってなかったんですけどね、好きな判件の時だけちょっと頑張って打ってたって感じかな。確かにでも初代ガロはあのスピード感はすごかったなって思いますよね。モンハンあるある、道具もっと使え。あるあるですね確かに、はい、昔の緑の300分の1くらいのが今より当たってた気がする。まあでもやっぱり確率的にはね、今、まあ、ミドルも別に当たりやすいとは思えへんからな。確率は確率やで、でも今の台は一つの注目演出が期待度低いから、昔は一つの熱いのが出ると 70% 以上とかまあまああったけど、今複合せないと当たらないもんねってことで。そうですね、4大激アツって来ても1個ぐらいじゃ当たらないもんね。え、終わっちゃいました。え早っ、今4ポイントでしたっけ4ポイント今そうですね、2-1、1-2-1。で、自分が1ポイントか、はい、1ポイントこの書き合い見てたもん、主人公が何の返事でもそうだなっていう。あ、そうなんやモンハンあるあるかな、この2人引きめっちゃ弱いって言われた、君たちやる気あるって当ててるっすよ。意外にガイさんがあれやな、ちょっと不調やね今日。前回と一緒っすね前回、うん、いやまあどうだろう、フジモン的にはでも1時間シダーというか、まあ普通に朝一から座ってたらこんな展開は全然あるけどな。そうですね、まあ、まあガイさんもあるっちゃあるけどちょっとかわいそうなぐらいひどいよね自分かかんの遅いんですよいつも。ああ、なるほど、多分あれよね、これやりだして多分もう朝方ぐらいがもしかしたらエンジンかかるタイプかもしれないね。これの連続夕方航空ですよ、もうやばいやばい。これの連続は設定関係ないから引きが弱いのが露呈してしまった。ああ、なるほどな、
残念でしたって感じだよね。モンハンストックいっぱいした時ほど連敗しますよね。それはあれか、モンハン月下ライブあるある。ストックない時はそのままずっと連チャンするのに、はい、ストックしたらいきなり負け出すっていう。そこでなんかスイッチ変わってるんでしょうかね。多分これ結構あると思います。もったい思わせぶりなんか多いかもしれないね。そうか、まあでもモンハン今もね、好きで売ってる方も多いですしね。今日データランブもキセラね、上見てますけどすごい回数ついてますからね。やっぱり1日分回す方多いんでしょうね。結構いますよ ね、うん、こっちすごいですね、うん、すごいね、1日分回してはるわ。あ、こっちもすごいですね。モンハンあるある、ストックした時のゲットワイルドが最至高。至高至高って言われてる。モンハン売ってんねんね、結構みんなね。やっぱ面白いですもんね。面白い。あれ、モンハンってこう、継続機で出てたんですかね。これ、モンハン2の部類になるのかな。これでもメーカーちゃうんですよね。あ、そうか、そうか。なるほどね。前サミーですもんね。サミーですね。はい。ロデオだったかな。はい。今回エンターライズさんですね。今回というかね、月下ライブはね。ただ、モンハンって6でもハマるから打ち続けるのがめっちゃ厳しい。あ、そうなんや。そうやな、じゃあ六角が例えば出たとしてもちょっとあれか、1日打つかどうか迷うレベルなのかな。うちもなんかリゼロとかで六角演出出したとかあるんですか。六はないですね、四五郎しかないです。あ、やっぱ四五郎は出やすいんですかね。いや、出やすいですね。あ、出やすいんや。モンハン打ったことない、なぜなら、抽選のいい番号引けない。座れないってことですね。あ、なるほどな。まあ、台数的にはやっぱりバジとかね、ハーデスに比べたらやっぱちょっと少ないから、あれか、いい番号の方がみんな座っていくんかな。なるほどな。抽選もね、多いこうお客様の多い店とかやったら、ほんまにもう引き絵をそこでね、使っちゃいたくもないし、かといってあんまり遅い番号やともう座られへんし、結構辛いですよね。モンハンは当たるところ決まってるから、そこを狙う方がいいかな。ああ、その、あれか、ゲーム数だったりとか、ゾーンとかあるのかな。そうですね。もう近いっすもんね、これ。近いっすもんね。確かに、今ちょうどガイさん、まあ、回転数で言うと108回目やからね。うん、この間に当てたら、あれね、濃厚かもっていう感じの言ってたね。まあもちろんね、その1時間だけだからね、なかなかスロットもパチンコもやっぱ難しいですけどね。難しいですね。うん、まあ、ああいうやっぱ動画で上がってる演者さんだったりとかね、ああいうのはやっぱり長時間打ってやっと見どころがこうちょっとあるから、こういろいろ編集とかしてね、うまいことやれるけどね。キコちゃんからじゃね、ちょっとね、1時間やから、ね、うん、残念ながら難しいところもたくさんあるんですけどね。これ当たらなかったらもう僕の価値確定ですよね。確かに今ちょうどいいところ の回転数いってんねんけどね。キコーナさん朝から行ったりするけど、モンハン座れたことない。あ、じゃああれかな、この行く店でやっぱりモンハンがちょっと狙いっていう方も多いんかもしれへんね。バジリスクもそうですが、バジリスクタイム中に広角出るとその対応役がまあ引けない、引いてもスカルという残念感。これはもうスロットあるある。ガイさん、ガイさんの今日あれやね、キャラクター激弱やね。激弱っすね。初当たりは確率で調整いけるけど、連チャンは確実にガイとフジモンのせい。あ、引きが弱いと思って。大連続出せばええんやと。大連続っていうのはどのタイミングで出るとかあるんですか。ボーナスが確定して図柄を揃えて、はい、レバーを回した時に演出が出る。へえ。お二人はその演出は結構出したことあるんですか。僕2回大連続引いたことあります。やっぱその日は勝てたんですか。勝ったと思います。おー、なるほど。結構前なんで覚えてないです、ね。まあ、そうですね。まあそれはね、設置も5年経ってるからね、その間なんでね。リゼロ以外にこうなんか売ってる台はないんですか、フジモンは。特に僕はでもモンハンもやっぱりたまに触りますね。あ、触るんよ、はい。もし朝一行くとしたらやっぱりリゼロから行くんですか。リゼロ狙います。あ、リゼロなんよ。ガイさんはどうなんですか、朝一やったら。朝一やったらバジリスクですね。あ、バジなんや。やっぱりそこは譲らへんねな。譲らないですね。なるほど。もし朝一スカった時はどうするんですか、お二人は。ちょっとあかんなーっていう時は。
大阪から趣味打ち開始趣味打ち開始フジモンも趣味打ち始めてねもう好きなやつ打ちもう打ち散らかしてもう設定関係なくなるほどでそこでもヒットしたらラッキーって感じ、はい、なるほどガイさんはあハーデスですねどっちにしろどっちにしろ大勝負いくやなるほどまあゴッドはもうほんまにね引いたもん勝ちやもんね確かになるほどね全然参考にならへんな2人すいませんそうかまあでもほんまねあの狙い台使った時もどうしようってなるもんねやっぱねそこで潔く帰れるんやったらな帰れないですやっぱねあの私たちはやっぱ素人ですからあのついついねついて遊んじゃうよねそうです私もバジ行くかなただ座れないと凱旋行くかなって言われてますねまあやっぱり2択か3択は持ってるんかなやっぱ皆さんねああ、聖夜も結構行きます。ああ、そっかそっか。なるほどな。なんか聖夜とかも割と設定判別しやすいっていうね、前放送でね、コメントもいただきましたけど、やっぱそうなんですね。はい。アイキャッチで結構分かりやすい。あ、そうですよね。外線だったら設定変更してたら戦技天井短縮されるから狙い目ってね。大体狙い台は使う。うん、まあ、ほんまのガチでね、前日下見してちょっとデータ取ってとかいう人もね、おられますけど、まあそれはね、たまの休みに打ちに行くぐらいじゃやっぱちょっとなかなか難しいよね。聖夜は日時計確認して青なら即やめっていう人もいますね。そうやね、まあ2-0とかもコンビニステージが行くかどうかとかね、あの見てからやめる方も多いですもんね。どうなんやろうな、設定判別しやすい台も、ユーザーにとっては優しいんやけど、ママさんもね、あと変な回転数で終わってたらね、難しいね、これね。しかも、バレやすかったらすぐ離れる可能性もありますからね。ああ、そうか、そういうとこやかな、まあ、立ち回り的には間違ってないしね、全然ね、いいと思いますけどね。そう考えたら、パチンコ、まあ、設定付き増えてきましたけど、パチンコはね、あんまり分かんないんでね、そういうのはね。はい、そう考えたら、まあ、スロットをもうちょっと勉強してね、こう立ち回れるのも勝ちにつながるかなと思いますよね。まだ設定付きのパチンコ、打ったことないですよ。あ、本当ですか。はい、うん、まあ、確かにそのユーザーからしたら、ちょっと食いつき悪いところありますけど、まあ、でも、あの花がね、やっぱちょっと出てからは、ちょっと見方変わってきたかなという感じはありますよね。あとは設定解析がもうちょっと早く出てくれたらいいかなというのはありますね、パチンコもね。確かに狙い台はスカることはないが、まず抽選で負けて結局座れない抽選でスカるってことね、うん、狙い台でドヤ儲かったっていう感じになったことありますか。そうやな、まあパチンコはね、一応データ見ますけど、過去3日間4日間とか、まあ、1週間までは見ますけどね、あの朝一もし行く機会があったらね、まあ、それで狙い台ヒットしたら嬉しいよね。あ、ここでよかったんやっていう感覚になるけどね。まあ出だしが調子よかったらね、そのまま続けるか、まあちょっとハマりかけたらやめたりしますけどね。ユーザーからしたら設定位置確定演出高確率で出してほしい。そしたら切れにくいって、まあ確かにね。まあ、ユーザーには優しいよね。確かに。2以上とかやったら難しいよね。まだあと上に3段階が4段階ぐらいおるもんな。抽選でいい番号を引くと結局スカる。設定興味ないからその2台据え置きでお願いします。ほんまや。データ全然見ないなーっていう方もおられますね。まあその人はもうあれかな、フィーリングだったり、もう今日ちょっとここ座ってみようかなーっていう感じで、ふって座る感じかな。設定気にしないですね、自分も。あ、いますか。まあでもガイさんが打つ台はどっちかでちょっと設定不問というか、まあまあもちろん設定もいるんですけど、なんかもう引いてしもたらどうにかなるみたいな感じが、初当たりに影響があるぐらいですよね。そうですね。あんま判別とかもしないんですか、ガイさんは。基本1やと思ってます、全部なるほどねその心持ちいいですよね。なるほど。まあそれでね、たまたま確定演出出て、こうね、あの構成ってカモみたいなの出たらおってなるもんね。でも設定はこうあれよね、やっぱこう左右されるとか、こうね、翻弄されるよね。あれはすごいなと、ほんま考えた人すごいなと思います。私は割とそうやな、パチンコはデータ見ますかね。あ、そろそろこの台吹きそうやなとか、まあ、この1週間ちょっと調子悪い台とかね。ハマり台見つけたら打っちゃいますよね。はい、なるほどね。
あとはそうですね、前日に急に吹き出した台とかもちょっと気になって座っちゃうかな。でもガチで言うと明日気候高岸の月下ライベはチャンス咲いちゃるからって、ね、はい、今日は1時から気候がないかなって。いやもうほんまやね、何もなかったね。何もなかった、ね、一応ガイさんもう200超えちゃったもんね、当たんなかったね。そうですね、で一応今ガイさんチャンスなんですよねこれ。そうですね、はい、ちょっと突破できるかどうかだけ見ましょうか。全然熱くないですよね。熱くない。もう範囲いつまで打てるんやけどね。じゃあちょっと調べますね。お願いします。いつまでなんだかな。結果。どれや。結構ダイソーですからね。今年撤去なる台ね。12月かな。そうですね、2019年の12月8日までやけども、でもホールによっては多分市内入れ替えの時にも撤去する可能性もありますし、徐々に減らしていくホールさんもあると思うので、多分もう打てても10月11月までちゃうかなと思うんですけど ね、 そ, うですね、はい、その辺はホールさんのこのなんていうの、入れ替えの情報だったりとか見てもらえたらいいかなと思いますね。外国は引き弱い上に設定興味ないと男前だな。確かにねえねえでね。結局なんでモンハンだったの今日は。どっちが落ちたかったん、結局ガイさんが落ちたかったんでしたっけ。でしたっけ。でしたっけ。結構いろいろ何打とうかって話し合ったんですよ。まあさようならっていうのも込めてってことでいいのかな。そうですね、私はちょっと先にそれが頭に来たからね。ああ多分もうあれかなと思って、今年で終わりやからかなと思ってね。ただただ面白いからパチは確率どこから打っても同じだから全く気にしないって人もいますね。まあそこは確率やから関係ないってことか。バンバンクロス月下とマドマギと絆は撤去やめてほしいって言われた。わかります。行くしかないけど、もう新しいのとジャグラーだけになったら行くのやめるって言われた。まあそれはあれか、新しいのってことは6号機ってことかな。6号機とジャグラーだけってことかな。まあちょっとね、6号機がねまた規制とかでどうなっていくんかなっていう感じもありますけどね。あ、チャンスの方に。おジャグラーあるあるで、ジャグラーってなんであんなに一斉に振り向くんだろうねみんな。そう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 、学校とかね、あの、まあ、たまにその店舗さんね、あのランプついてる店もあるじゃないですか。あの当たり引いたらキュンキュンってなるの。ありますね。あれは恥ずかしいね。嫌がる人多いですね。あれはねやっぱちょっとこうバッて見られるもんね。よくコメントでいただくのはやっぱ海物語の島とジャグラーの島は絶対にあの見られるって言ってました。最近近所のホールがバラエティー台に海が侵食してきてくれる、あ、侵食してきてると。海来るなよ。海の台数増やしていこうと思ってるのかな。おリプレイ、あ、来ました。あ、ビンゴいただきました。なんか急に簡単になったな。いやこれボーナスですかね。ボーナス、じゃあボーナス色見ましょうか、はい、これラストになりますけど。さあこれでフジモンはどっちを引くか。あ、赤どっちかな、どっちだ、赤ということで6ポイントですね、2ポイント追加で、はい、ちょっと底辺な戦いになってしまったそれ回すだけ回しとくそこね、せっかくだから底辺な戦い。あ、でもどうなん、1時間ぐらいでボーナス、今4回目 ?3 回目か、初当たりは3回ですね。はどうなん、普通早い方でも全部浅かったと思うんで、まあ確かにね、あんまりハマってないもんね、はい、今のでも200手前なんで。ガイさんが心配。ガイさん200また超えてる。確かに6はあんまりハマらないみたいなね、こう解析サイト高設定はハマらんみたいなの見ましたけどね。あ、多い方、あ、ボーナス引けてる方ってことか。ただ引きが弱いってことね、その継続の引きが弱いってことね。初当たりを引くのも引きがいいからです。いや逆、あ、いい風に言うたらな、はい、だからそれよりも続かない方が問題。まあそこやね、もうそれに尽きるよね、はい。最近太りすぎて痩せたいんだけど手っ取り早い方法教えてください。手
忙しいパチンコ屋さんで働くことようやそうやね、もう1週間ぐらいで結構痩せるかもしれへんね。あのやったことない人とかね。あれですよ、筋肉つけたら自然に燃えます、ね、あ、そっか、脂肪燃焼がね。やっぱ動く、でも動くことでしょうね、きっと。食事抜くとかよりも。そうですね、食事抜くのはあんまりお勧めしないですね。そうですよね。今日ちょうどラジオでもそのなんか痩せたいみたいなね話になって、やっぱりあの食事抜くのは良くないっていう話はされてましたけどね。余計リバウンドするってね。料理覚えたら1年で7キロ太りましたって言われましたね。あー、美味しいんやね、そんだけ。あとは味見があるかな味見やっぱ多いからかな。そうですね、やっぱでも一般的によく言われてるのはね、夜はちょっとあんまり食べないとか。そうそう、やっぱね、あとはカロリーやっぱ消費しないといけないんで、運動がいいって言うけどね。運動はでもストレスにもやっぱ効果的だから、うん、あんまりハードな運動はしなくていいと思うんですけどね。もうこの時に自分の始めれる範囲でやるのが一番かなと思いますね。まあ、走るとかしんどいからやっぱり、もう歩くだけでも全然いいと思うけどね、最初は。なんか早歩きが一番いいって聞いたことありますけどね。まあ競歩並みのね、はい、あれほんましんどいよね。走りたくなるよね、あれするんやったらね。そうですね。動いたら食っちゃうじゃんけど、まあそこをだからそれは制限せなかね、食べる量はね。あとはその糖質とか脂質をちょっと控えるとか、まあ、炭水化物をあんま控えすぎるとあのちょっと脳がねこう働きが悪くなるんで、あんまり抜かない方がいいですけどね。まあもちろんそのなんやろ、もうなんか野菜食べて肉食べて魚もちゃんと食べてとかいうのは難しいと思うんでね、今のこう現代社会というか。まあもちろんサプリで補ってもいいと思いますし、でもやっぱまあ動くんが一番やけどね、やっぱ結論はね。拡大計数機のお店でも痩せますかって言ってますね。場所によりますね。場所によりまあでも島広かったりするとね、こうやっぱ動いたりせなあかんし。でも店員さんとかどうなんでしょうね、一日ちょっと万歩計つけてほしいけどね。どれぐらい昔つけてましたよ、1万6000くらいありますよ。すごっ、1万6000歩なんや、すごい。そら、それ毎日やったら痩せるよね。だって1万歩歩くも結構大変ですからね。ですね。うん、全然大変。まあその箱を積むからっていうよりかはやっぱ歩くからやろうね、巡回したりとかね。でしょうね。うん、やと思いますね。今日友達とラーメン行ったら駐車場がタイムズで40分200円、ラーメン屋が駐車券くれたけど100円割引って何、無料券くれよ。もう今提携も結構厳しいんちゃいます。厳しいんちゃいます。ねえ、お食事したから無料っていうわけじゃないよね。キセラ会議して痩せさせるために呼び出しボタンたくさん押せということですね。逆にあのブラックリストのりそう。あの人めっちゃあれやで、運動させよるみたいな。食事のバランスで痩せる方法をググるしかない。まあそれはマジレスやけどね。でもまあ運動がやっぱ一番いいかな。うわ、終わった。はい、すいません、終了。え、終わりですか。終わり終わり。おだってガイさん全然全然チャンスゾーン入るし、もう300ハマっとんで、また単発やん。どんだけ引き弱いのってコメント多数来てますけど。すいません、やばいやばい。ミッション入りました、ね、これ、ミッション入った。これ、ミッションいける？多分、無理っすね。チャンスはないですね。ガーンって。カーン。いや、この二人の引きがやばすぎるって言われた。あ、そんなに？ああ。終わりですかね。一日1万歩。一日10キロランニングが一番効率的。おお、なるほどね。何キロやったかな、2、3キロ歩いただけで、何歩やったかな。まあ、1万歩歩いたらね、結構ハードなんで、徐々に慣らしていこうがいいかもしれんすけどね。寝るのも体力使うから、睡眠時間を増やす。確かにね、あの、だんだん年齢いくと、もう寝れなくなるっていうもんね。じゃこれはガイさんが罰ゲームということでいいんですかね。はい、罰ゲームタイムです。罰ゲームタイム。これ、こうか。自分で膨らました方が面白くないですか。ただの変な人みたいだけど。どうする、どっちでもいいよ。その間にあのファン間告知してもらってもいいし、ガイさんがさっき告知しましたけどね。もう一回やる、もう一回最後。じゃあキセラね、
どこやる？耳元だ、それどこにする？あ、耳元でじゃあ行きましょう。くっつけておきますわ。はい、じゃあこのまま。あ、行きますね。顔のとこする？ちょっと何遊んでんの？何イチャイチャしてんの？BL なってるんで。あ、肛門からその空気注入しますか。これ規制かかないですかね。モザイクかけておきます。モザイクあります、ね、あとしばらくお待ちください。誰にしようか。ピーってやつ。これちょっと押さえとかないかんですね、こうやってね。鼻の穴とか入れたら事故になるからね。鼻に入れてって言われたらやっぱり事故なる。事故なる。これでいきましょうか。顔のとこつけとく。うん。うおー、はい、規制かわいいですね。23日までファン感謝で開催してますんで、またテレビとか先ほど人気ありました。うおしかもまあまあ音鳴ったし。ごめん、私もごめん、ちょっと舐めてた。いや、想像以上です。いやいや、ちょっと風圧がやばい。風圧がやばい。まあまあでかい音やったね。自分で持ってんのがド M。 確かに目入ってこっちに入れて。はい、ファン感謝デー、兵庫、遊興組合のね、主催のファン感謝デー、以上ね、兵庫は1週間あるんですけど、まあ残りあと3日、はい、今日入れて3日間ありますんで、3時7時で、抽選ぜひ皆さん参加いただいて豪華商品ゲットして帰っていただけたらと思います。まあ、冒頭でもね、ガイさん教えてもらいましたけど、テレビがあるということなんで、炊飯器もあるということなんで、はい、ぜひぜひ。まだめちゃめちゃ残ってますんで。そうですね、チャンスやと思いますよ、正直、ね、いや私ほんまに最初も言ったけど、炊飯器マジで欲しいんで。ぜひぜひ主婦の方はね、炊飯器ちょっと狙ってキセラ会議してね、ちょっと遊びに来てもらえたらと思います、ね、この3日間来たら多分どれか当たります。どれか当たる、ね、はい、ぜひぜひ抽選受けに来てください皆さんね、よろしくお願いします。言っとけどテレビはいらんぞって言われた。テレビいらんぞって言われた。でもあれ 4K やで、4KLED テレビやで、50型です。はい、4K は割と高いで、テレビ。うん、だからね、ぜひぜひオリンピック前なんでテレビ買い替える方はね、ぜひ今のうちに、はい、ゲットしに来てください。パソコン欲しい。パソコンはないな。自分で買おう。パソコンは自分で買おう。そこまでファンが面倒見れへんわ。はい、それは兵庫遊興に言い、パソコンの経費を置いてくれと言ったら、これホールさんが選べるわけじゃないからね。そうそう、50型は高いやろうねってことで、高いと思いますので、ぜひお持ち帰りいただけたらと思いますのでね、よろしくお願いします。お願いします。スマホはないから、スマホなんか商品ないから。はい、ということで、キマチャンネル、明日は赤川店からの放送です。明日も志田予定に乗っておりますのでね、ぜひ明日も見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、本日はね、ガイさんと、フジモンに頑張っていただきましたけど、引き弱の2人ということで納得できましたので、はい、ぜひ皆さんもね、モンハン外科雷鳴、年内までは、設置ありますので、ぜひぜひうちに来てください。よろしくお願いします。じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。それではさよなら、おやすみなさい、バイバイ。いつも生放送動画をご視聴いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。動画が面白かった、また見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた生放送動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。さよなら、バイバーイ。